どうも、アキです。パワプルアプリやっていきましょう。はい、というわけで、今回はこちらの暁大附属高校狙い撃ちガチャを10連引いていきたいと思います。はい、本日ガチャ更新がやってきまして、暁大附属高校のキャラクターのみが出現する狙い撃ちガチャがやってきましたね。まあ、とりわけ PR 以上確定とかいうわけではないんですが、僕結構暁で欲しいキャラは多くてですね。はい。この一ノ瀬の解放を進めたいのと、あと四条ですね。ここの SR もぜひ狙っていきたいので、まあ、今回ちょっとね、10連だけ引こうかなと思います。あと、暁進むですね。まあ、進むも今後 PR もちろん出てくるんで、長い目で見ればね、いつかは絶対プラス5になると思うんですが、そこの解放も進めていきたいですね。はい。まあ、解放が前提になるキャラクターではないんですけど、今回やっぱり結構野手では使いたいなと思っておりますので、まあちょっとでも解放進んでくれればいいかなというところで10連いきたいと思います。はい。で、本当にこの暁強化を僕も結構やっていまして、また1本動画撮ったんですけど、投手すごいいいっすね。まあ野手も強い選手絶対作れるなと。3回目ね、これ。おお、ナイス。4回目。野手もまあ初見でやって1万点超えて、初見というか野手1回目で1万点超えて、一応 SQ、防災でできたので、しかもオールC以上で、まあ強いなと思うんですが、投手マジでやばいっす。はい。っていうね、なんでこんなに投手に感銘を受けてるのかっていうのを、ちょっと今回ね、ガチャ引き終わった後に話して、まあ実際強化した動画があると思いますので、そちらの動画も合わせて見ていただければと思います。ということで、あと5回行きましょう。6回目。余剰欲しいな。余剰マジ入れたいんですよ。7回目。余剰がいいところがですね、まずメンタルキャラっていうのが一ついいですね。はい。タック、プラス、タックで、その、打倒カウントが減りやすいっていうのがあるんで、次8ですよね。8回目。打倒カウント減らしやすいっていうのもあって、そこが素晴らしいんですよね。かつ、余剰っていうのがいいんですよ。一番最初に倒したい、あの余剰をデッキに入れられるっていうのも大きいんですよね。まあマストではないんですけど、いればね、選択肢が広がるなというところで余剰欲しい。 SR 出てくれれば一瞬でプラス5にできるので、ん？何回目だ。まあいいや、11連になってもいいや。もうあと1回引こう。話しすぎて何連目か分かんない。多分10回目ぐらい。よし、余剰、最後余剰頼む。余剰まあいや、3本松の解放だけ狙えるということで、3本松確かプラス4だった気がするんですけど、3本松ここにいないということはプラス5だ、すでにプラス5になっていたということで、残念ながら今回はまあまあ10連なんでね、こういう時もありますね。はい。ただ本当に余剰と暁進む一ノ瀬、この辺結構有能がだからいるっていうところですね。あ、そうか、暁守もいるんで、まあまあ強い、まあまあ強い、強い、最強。うん、これも最強だな、正直。最強。アディオス、強い、アディオス。まあ、使い道はある、アディオス。あ、結構有能っすね、暁大附属高校って。いいですね、はい。まあ、というお話でございましたと。はい。で、投手のお話をしましょうか。はい。ここ。強化のお知らせを見てあげると、ちょっとね、分かりにくい書き方ではあるんですが、こんな風に書いてあるんですよね。これ初見の時にちゃんと理解できてなくて、いきなりね、サクセス始めたところ、あのデッキは良くなかったですね。これを理解していれば、それだけでかなりサクセスが伸びるかなというところでございます。主人公が投手の場合、一つの野手ポジションの理解度が上がると、連動して他の野手ポジションの理解度も1上がります。で、プラス、サブポジですね。はい。サブポジを持っているものでも理解度が上がるということで、すなわち、投手キャラで野手のサブポジを持っているキャラクターを連れて行ってあげると、なんとですね、そのキャラクターを追求することによって、野手の全ポジション、まあ投手も含めて全ポジションの理解度が上がっていくんですね。例えばで言いますと、まあもうすでに知ってる方も多いと思うんですか、というかほとんどの方は知ってると思いますが、もし知らないという人がいればね、これを理解するだけでサクセス鬼ほど伸びるんで、はい。例えばで言いますと、立川なんかがそうなんですが、まあ立川はサブポジション、サードを持っておりますと。はい。なんで、まあ普通に考えると投手と
三塁手、この2つのね理解度が深まるんですが、投手で主人公を作っているときは野手のポジションが1つ理解度が上がれば他も全部上がるということで、こういう立川みたいにサブポジ1個でも持っているキャラクターをデッキにセットしてあげるだけでかなり楽に打倒ができるようになるんですね。はい。まあ、昨日もね、ガチャを引いてその後に攻略のお話もしましたが、その続きですね、いわば。はい。他で言うと、シゲのゴロ。ゴロなんかはファーストと外野を持っていますと。まあ、1個持ってればいいんですけどね。あと、清水薫。まあ、今回ね、出すサクセス動画では、この2人を使っているんですが、まあ、2人とも普通に有能なキャラで、かつコンボもあって、で、ゴローに関して言えば特能が多いので、追求でコツがつけることもないと。いうことで、素晴らしいんですよ。はい。ということで、こういうキャラクターですね。まあ、友沢なんかもそうなんですけどね。友沢はメインポジションがショートで、投手の理解度は上がんないんですけど、まあ、ショートの理解度が大きく上がって、他の野手のポジションが一つずつ上がるという形ですかね。はい。こういうキャラクターが、まあ、2、3人デッキに入っているだけで、かなりポジションへの理解度が上がりますと。で、ポジションへの理解度が上がると何がいいかというと、最後、打倒するときに、要は、マックス10だったっけ？マックスが確かいくつかあったような気がするんですが、まあ、1しかね、打倒カウントが減らないのと、一気に10減るのとでは、例えば最後3人置いていて、3人固まったとしても、理解度が低ければ、それを一気に打倒するのが難しい。逆に高ければ高いほど、一気にね、打倒しやすくなるので、まあそういった点でやはり理解度っていうのは大切だなと、まあ昨日お話ししていたんですが、野手の方がね、やりやすいのかななんて、ちょっと一瞬思っていた時期もあったんですが、そんなことはないです。サンタ立川ですね。くしげのゴロですね。清水薫ですね。そして、他誰かいるかな、友沢とか。まあこの辺のキャラクターを本当にデッキにセットしてあげるだけで、かなりサクセスは違ってきますので、まあ、ぜひね、投手ちょっとやってなかったとか、暁よくわかんないっていう方は、とりあえず、投手でサブポジ持ってるキャラクターぶっ込んでみて、あとはもう攻略サイトで、一応倒す順番、まあそんなないっす、実際。実際そこまで気にしなくてもいいです、もう追求度が上がるんで。まあ、四条、二宮、一ノ瀬、まあ、この辺だけでも頭に入れておけばね、あとは適当に、まんべんなくポイントを減らしていくっていうのだけちょっと意識すればいいんで、プラスでそしてタックが稼げるような、うん。デッキにしてあげればね、ものすごいこの高校伸びますので、ぜひとも皆さん一緒にやっていきましょうというお話ですね。まあ僕も本当に編成いろいろと考えているので、どんどんサクセス動画も出していきたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。